皆さんこんにちは、三原一太です。イチペディアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。どうも中野人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、しばらくこういった会話形式で撮影を、まあ、番組をね構成していきたいなと思っておりますので、お付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組ではこう歴史に関しての話を皆さんといろいろしていきたいなと思っているんですけれども、本日扱いたいテーマはお化粧についてです。お化粧、そう、お化粧、ほう、まあ、僕もそれからまあ中の人も、人前に出る仕事をちょっとしている、そうですね、ということがありますので、お化粧します。はい、まあ、僕に関しては今も、まあ、ファンデを塗ってるだけですけど、下地を塗ってファンデを塗ってるだけですけど、ちょっとしています。はい、家でお化粧をして撮影してるんですけど、ちょっと変な気持ちになるよね特別な、そうなのよ、なんかこう僕にとってのお化粧ってやっぱりその舞台とかに出る時の本番用メイクなので、いや、これは本番ですよ。まあそうなのよ。だけどさ、家にいるわけだから、なんかこうやっぱスイッチがちゃんと入るんだよね。あ、なるほど。そうそうそう。お化粧することで、はい、どうなんですかね。その男性にしろ女性にしろ、お仕事に行く際のお化粧する方っていうのは今たくさんいらっしゃると思うんですね。やっぱそのスイッチングのきっかけにされている方っていうのは多いんじゃないかなと思うんですよ。まあこれも一つの儀式というか、まあルーティンワークだとは思うんですけれども、はい、そもそもやっぱりその物事何にでも歴史があります、はい、そういったお話を今までもいろいろしてさせていただきました。そうですね。で、今日はそのお化粧を扱うときに、やっぱりお化粧にもすごい古い歴史があります。で、ちょっとね、面白いなと思ったので、皆さんとシェアしていけたらなと思っております。はい。儀式という話をしましたけれども、中の人は、普段メイクされます、はい、普段はメイクしないですね。お肌のお手入れとかも。お肌のお手入れは一応化粧水とか。ああ、化粧水とか、はい、そうですよね。やりますね。僕もやってます。はい、どうしてもね、食生活とか、あと睡眠とか、はいはい、で肌荒れるじゃないですか。荒れちゃいますね。荒れちゃいますよね。そうって思ってる方は、それはすごい素晴らしい財産なので、そうですね、ぜひ大事にしていただきたい。お肌は大事にしていただきたい。大事にする。いや、もう本当にそう。歯とね、歯と肌は、ね、大事にしていきたい。そうですね、本当に。あとさ、はい、まあ、ちょっとお化粧の話だからこれしたいなと思ったんだけど、はい、大変じゃない？お化粧するの。大変ですね、やっぱり。その、さっきも話しましたけど、やっぱりちょっと特別な時、まあ、こういった機会、あるいはその舞台とかの本番の時に僕はお化粧するんですけど、うちに帰るまでその舞台メイクのまま帰ったりすることとかもあるんですよ。ありますね。結構派手なんですけどね。今は全然してないですけど、結構ガッチリしたメイクとかで帰ったりするんですけど、まあ疲れてるじゃないですか。うん、でそのまま寝ちゃうじゃないですか。ダメ。肌荒れちゃうじゃないですか。ダメだよ。いや、なんかそのメイクを好きでされてる方もたくさんいらっしゃいますし、でも別にしたいわけじゃないんだけど、そのなんとなく自分が生きているその社会の中でメイクをしてこいという空気を感じてしているんだっていう方もたくさんいらっしゃると思います。それにしたって毎日ちゃんと落としてケアして寝てるっていう人たち、本当に尊敬する。もうね、本当に尊敬する。すごいですよね。もうすごいよね。毎日やってるんですよ。僕なんてあれだよ、ヒゲ剃るのそれ嫌なんだよ。わかります。いや、本当にひげそんなに薄い方じゃないんですよ。すごい濃いわけじゃないんだけど、でもね、毎日身だしなみと思って整えますけど、いや、めんどくさいなってつくづく思う。その中にプラスお化粧があってってなると、やっぱり日中のその時間とかも食われちゃうしね。本当に朝起きてからの時間、もしくは夜寝る前の時間で、それこそ修練を積んでって言わないかな。みんなその経験を積んで、その時間を短くとか、はい、これぐらいやっておけば大丈夫だろうっていう範囲を見つけたりとか、みんなしていくんだと思うんですけど、なんかそういう、まずお化粧って今大変だよねって話をどうしてもしたかったんです。共有したかった。そう、これね、共有したかった。もうそんなの分かってるよと、女性からすれば。もうメイクをね、普段される方からすれば分かってるよと言うかもしれないんですけど、だから私しないんだっていう人も、俺しないんだっていう人もいると思うんです。だって僕、ヒゲを剃る時ですら、シェービングローションつけないですもんね。うわー、肌荒れる。めんどくさくて。いや、本当にそう。反り負けしちゃいますよ。そうなんですよね。赤いボツボツになっちゃうんでね。そう。これから気をつけてください。その、
シェービングローション、肌を守るためじゃないですか、はい、はいはいはい、お化粧のそもそもの起源もそこにあります。ほう、肌を守る、はい、そう、今その儀式っていう話をさせていただきました、はい、それは自分で決めた儀式になりますけれども、それじゃなくてその民族とか、宗教とか、まあ大昔の話なんで、宗教っていうすごい固まったものではなく、そのローカルな意味での、まあ、信じているものだったりなんだりっていう、そのものの儀式になりますけれども、そういったものの意味合いで化粧をする、そして肌を守る、コートする、日焼け止めですよね、今でいうところの、のような意味合いでお化粧をするというのがありました。なぜなら当時人は裸だったからです。ああ、まあそうです。そうなんですよ。服着るみたいなもんってことです。そう。で、さらに言うと、お化粧っていうとどうしてもフェイスメイクをメインに考えがちだと思うんですけども、そもそもはもう体全体。おお、まあ裸ですもんね。そうです。今中野さんが言った通り裸なので、体全体にそのまあ顔料って今はあえて言いますけど、顔料だと顔なんでね、うん、まあちょっとあれなんだけど、をちゃんとこう体全身に塗り込んでやったりとかする、そういったメイクが多分メイクの起源だろうと、メイクの起源の一つだろうと言われています。ほうほう。やっぱりその現代にあるものっていうのはいくつかいろんなものの起源があって、それがどこかしらでこう融合したり、あるいは迂回したりしてつながって現代にたどり着いているというものが多いので、まあ、それが起源です一つのことを指すのはなかなか難しいんですけれども、うん、まあ、その儀式的なもの、それから日焼け止め的な意味の、その肌をコートするという目的で、お化粧というものをしていました。それがおよそ10万年から9万年前です。ほう、結構前からやってるんですね。紀元前からもう。紀元前から、そうだよ。紀元、ねえねえ、紀元何年？紀元ですか？今2020。そう。ね、人類史って圧倒的に紀元前の方が長いんですよ。長いんですね。そう、そうですよね。ただ記録が残ってたりとかっていうものが、はい、しかも詳細にね残り始めたっていうものが、そのどんどんその紀元前後に集約していくので、どうしてもそこからが人類の歴史のスタートって考えがちなんですけど、よくね中国4000年の歴史とか言いますよ ね、あれが4000年だったり3000年だったり6000年だったり、こう言いますよね、こう媒体だったり言う人だったりジャンルだったりで全然変わってくるんだけど、変わってくる、あれ何なんですかね。あのね、いやだから例えば4000年前の中国がどのあたりなのかとか、6000年前の中国がどのあたりになるかによって何を指してるかが変わってくるんですけど、ちょっと今日これ化粧の話と外したくしないけど、はい、でもたかだか、はい、その尺度で言うとたかだか6000年なんです。だってお化粧が始まったのは9万年前だ。9万年前。そう。昔からあるもんですね。ただ、今現在我々が考えているお化粧、その、身目を整えるというか、他人の目を気にする、まあ、いわゆるファッション的な要素が加わってくるのが、およそ4000年前。ほう。あ、それこそあれですね、紀元前の2000年前ぐらいになりますかね、の、エジプト。エジプト文明、ほうほうほう、はい、この辺りでお化粧というものがそういった意味合いを持ってきたものが今発掘されています。アイライナー、え、そんな時から。あの目って、すごく呪力の源だって言われていたんです。おまじないの銃ですね。それは中国でもそうです、エジプトでもそうです、シュメール文明とかでも確かそうだったんじゃないかな。そのやっぱ人間のエネルギーが出てくるものって、その言葉と眼力っていうものをすごく、重要視しているものが多くて、はい、なので目に装飾を施すっていうのはやっぱりその儀式的要素もすごく強かったんですよ。あ、なるほど、うん、呪力を増すという意味合いですね、はいはいはい、プラスやっぱりそのエジプトだったりその南方地方では、昔、今やってる人いるかな？野球選手で下にこう目のクマみたいに。います、メジャーリーガーは。そう。はい、あれ、視力保護なんですけど、そういった目的で当時の人もやっていたんじゃないかというふうには言われています。なので、まず、発掘されているのがアイライナー。ただ、そのアイライナー自身は、その、当時、もうすでにちょっとラメというか。お、キラキラする。そう、ちょっとキラキラするような、はい、奇跡、貴重な石ですね。あと、あるいは輝く石って書くのかな、はいはい、が砕かれて入ってたので、まあ、いわゆる日用品というよりは、その儀式用高級品。まあね、お化粧ってやっぱりお高いですよねっていうのが、
まあ、当時から。すごい。もう4000年前から。4000年前から。言われてたセリフなんですね。あっただろうと思われます。なるほど。はい。で、その後、まあ、時代が下りまして、はい、2500年前くらい。はい。紀元前の500年くらいですかね。それですね。はい。に、いわゆる、ギリシャ、ローマの古代ローマの時代。には、メイクをするのは女性がするものだみたいな風潮が生まれてきただろうと言われています。それまではそれは男性がしなくなってきた。そうです。あ、むしろそれまでは男性もバンバンしていました。ほほほほほ、はい、てかもうそれを男女で分けるっていう意味合いが多分なかったんだ、まあ、儀式ですからねと思います。ただそのメイクをしないっていうことがどういう意味を持っていたのかっていうのは、うーん、当時のその政治の話とかとちょっと関わってくるのかなと思うので、うん、まあ何か政治史みたいなことをやる機会があれば、ちょっと僕自身ね、そこら辺調べてないので今、調べてみても面白いかなとはちょっと思いますけれども、ただその段階でその男女の差別化みたいなものの中にその化粧というものが含まれていったんだ。というふうな考え方がございます。はい、これがなんとなくこの世界中の話ですよね。ほうほうほう、これ、はい、日本はどうだったんですか？日本だと、はい、出土したものとかから見て、今から約、1700年前ぐらい。ほう。これぐらいの時代には、こう、土偶とか、ほう。埴輪とか。はい。人にはしなかったんですか？まず土偶とか埴輪に彩色が施されていたものが見つかっています。はい、へー。で、人にしていたかどうかっていうのは、はい、写真とかないんで。まあそうですよね。そう。縄文とか弥生とかの話ですもんね。そう。で、日本で一番古い書物って言われているものって、万葉集とかだと思うんですね。あとは不時とかだと思うんですけど、はい、それよりも前の時代なんですよ。これ。なので文章よりも前にその人をかたどったものに化粧をしているということは人も化粧をしていたんだろうと、まあそうですね、考えられるので、おそらくそのぐらいからもう日本でもお化粧をするという考え方もの自体はあったんだろうと言われています。なるほど、はい。でまあ、その土偶とか埴輪っていうものが古墳時代とかの勉強された方、もしね学校の授業とか覚えてらっしゃる方いれば、人を生き埋めにしていて、その死後の世界でも召使いをたくさん使えるように王様が死んだら一緒に埋めていたみたいな説が結構あったんですけれども、全くなかったというわけではないんですが、土偶や埴輪がそのためそれの代替用品として埋められていったというだけではないそうです。ほう。最近というか昨今のお話だと、やっぱり土偶や埴輪そのもの自体にその神様のモチーフであったり、その土器というか瓦家自体に意味があるというふうなものだったんだろうと今は言われています。特に土偶なんて、女性をかたどったものが多くて。あ、そうなんですか。はい。へえ、初耳学。俺もその言葉初耳。あ、分かんないですか。あの土偶って皆さんちょっとパッて思い浮かぶ土偶って、おそらくあの遮光器土偶だと思うんですね。こういうやつ。それは多分埴輪だな。埴輪だ。今中の人こうやったんです。多分これ大井埴丸くんの埴輪の方だと思うんですね。ハニマルとヒンで。僕こうね、土偶はね、こうか。土偶はイメージしていただきたいのは、ゴーストスイーパー三上のドグラマグラ様とか、あとドラクエとかに出てくるミステリードールとかね、ああいうイメージですかね。はいはいはい、平板ものだと。はい、平板もの二次元的な扱いだと。に、その、イメージ映像というか、そのモチーフとして用いられていることが多いものになると思います。あれも、そうなんですが、まあ、他にもいろんな形の道具というのは実はあります。体育座りしてる道具とかね、あるんですけど、特徴として、これは日本の道具に限らず世界中でよく見られるものなんですけれども、やっぱりその、人
人が人を生むっていうことに、はい、その神秘を感じていて、そしてやっぱりその出産による死亡事故みたいなものも非常に多かった時代ですので、うん、その女性の特徴をすごく強調している形をした道具というのが世界中に多く見受けられています。なので、まあ、そこにメイクをしていたから女性がメイクをしていたんだと考えるのは、まあ、ちょっと早計ではあるんですけれども、まあ、そのメイクを施されていた道具というものがあったんだよと、そして道具というのは、まあ、その女性をかたどったものが多かったんだよというのはちょっと覚えておいてもいい知識かなと思います。はい、はい、まあ、そのジュグ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 って何ですか、どういう字ですか。あ、まじないの道具と書いてジュグですね。呪文の呪、呪文の呪に道具の具か、はい、うん、あるいはその儀式としての化粧、はい、そして、はい、その色なんですけれども、色、はい、今ね色とりどりのお化粧品用品があります。はい、この当時のお化粧といえば、はい、もう赤一択でした。おお、まあ、紅っていうぐらいですからね。そう、紅っていうぐらいなんですよ。何ですか、何ですか。いわゆる紅って、はい、植物由来のものだと思うんですね、はい、お化粧品の紅、うん、ただ当時のこの紅は、鉱石由来の紅なので、鉱石、石、ほう、そうです、いわゆる赤土とかあるじゃないですか、はい、あるいはその削るとちょっと赤みが出るようなの、あれを顔料塗料にして体に塗る、顔に塗るものがほとんどでした。それと黒、はい、墨ですよね、はい、いわゆる、それはいわゆるこういう墨、習字の墨の墨もそうですが、石炭とか木炭、まあ、当時石炭ないですけど、いわゆるそういうものの墨を塗ったりすることもあります。おしろいも当然出てきてはいるんですが、はい、体を白くする、まあ、この3色です。ほうほうほう、基本色はこの3色です。赤、黒、白、はい、ほうほう、この3色が明治ぐらいまで続きます。おお、だいぶ、はい、これ以外に色は混ざりません、基本は。へえ。どんな白さかとか、どんな赤さとか、はい、どんな黒みっていうのは、試行錯誤をどんどんされてはいくんですけど、はいはい、基本的にはこの3色になります。まあ、その日本古代の話はその儀式でしたよ、その魔除けでしたよって話をしていました。この当時お化粧がこの後日本でどういった変遷をたどっていっていくか、はい、うん、それをちょっとこの後お話ししたいんですけれども、その前にこの後日本で一番最初に出てくるのって、奈良とか飛鳥時代からお話をしたいんですけれども、はい、その時よりちょっと前のお隣中国では、はい、お得意中国、あ、お得意中国、はい、そうです、はい、実はもう、その奈良飛鳥時代、日本でこれから話そうと思う奈良飛鳥時代より以前に中国でもメイクが盛んに行われていました、うん、まあやっぱりそういった物質文明的な面では非常に当時先進国だった面がありますので、で、流行り廃りというものも実はもう先に中国では生まれていて、この流行り廃りに関しても後でその日本の中でちょっと触れたいなと思ってるんですけど、五漢、はい、三国志の時代がこの後に始まります。そのちょっと手前の五漢、それぐらいの時代の後半に出てきた孫樹っていう女の人がいます。はい、これ、以前動画でもちょっとお話、本当に覚えてれた人いたらすごいと思いますけど、お話しした猟奇っていう、これはね、刑罰の話の時にした人かな、多分。ほうほうほう、あの、奥さんの方ですか？あ、それ、それの奥さんの方です。はいはい、それが孫樹さん、はいはい。で、彼女そのファッションリーダー的な要素もあったんですけど、彼女のしていたそのファッションがですね、今ちょっとこれ覚えるのがあれだったんで、これ読みますけど、はい、虫歯の痛みに耐えながら微笑む微笑み方、憂いを込めた状態に素で見える眉の描き方、泣き晴らしたような目元、そして左右非対称の髪型、はあ、ちなみにこれ左右非対称の髪型、ダバ髪、ダバ眉って書くんですけど、はい
こう落馬してはーってなった時にぐにゃってなった時の眉を常時してるっていう。髪を、あ、頭の髪型、あ、髪型を、あ、アップにした髪型をグランってなってこの状態をキープする。なんでなんで花子くんみたいになってるよ。いや、なんか斬新じゃないっていう。それおしゃれだった。これがおしゃれだよっつってその孫子さんってなんか人がやって流行らせたんですよ。はい、で当時の世の中のそのまあ口うるさいおっさんたちは、はい、はあ、みっともない格好してみたいなことをなりますよね。言って、はい、こんなことしてるからあいつはろくな目に遭わないぞみたいな。で結局まあその夫の良吉と孫子ともども捕まって殺され死刑になるんですけど、フォル見たことかみたいなこと言うんです、はい、まあ、全然関係ないと思うんですけどねそんなこと。ただやっぱその当時からその文献に残るぐらいそのファッションっていうものにその興味がある人たちがいたっていうのはもうこれだけで伺い知ることができる。はい、多分この中でこの憂いを込めた書き眉っていうのは、はい、秋美って書くんですけど、秋に下心に眉で秋美ですね、はい、秋美を開くっていう言葉で慣用句に残ってるんじゃないですかね、はい、他にも、もっと以前、キングダムよりも前の時代、春秋戦国時代の春秋時代の美人に正史って方がいらっしゃるんですけども、西に施すと書いて正史さんですね。彼女なんかは潜みに習うっていうその彼女のような顔の表情をみんなするみたいな。ほー、なんかその時のファッションはあれだったんですね。今で言うなんか アヒル口みたいな。あ、そうそう、だ変わんないんだって。ちょっと困ってる顔とかが流行ってる時代が多いんです。はいはい、はー、やっぱそこはなんか。人間史においてもうずっとそこ魅力を感じてるって感じるんでしょうね。まあそれはそのメイクをする側の人たちがそれがいいと思っているのか、うん、メイクを見せる相手にそう思われたいのかはその時々によって違うとは思うんだけど、そういうのは歴史変わらずあるみたいですね。あ、面白いですね、はい、そういうところにも歴史があるというと、ね、そう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 、今いわゆる紀元前の大昔から始めて、うん、日本の平安奈良のちょっと手前ぐらいの時代までのいわゆるお化粧の歴史、ざっとしたお話をさせていただきました。編をまたぎまして次の動画では、日本のこれから江戸時代ぐらいまで、明治になる直前ぐらいまでのお化粧の歴史について皆さんにお話ししていきたいと思いますので、そちらもお楽しみにお待ちください、はい、それではまた。